けは。さて今日もみんなと一緒に遊んでいくか。さあ他のメンバーはどこにいるかなと。うう、ファイヤー、とりあえず取っておくか。しかしどこにいるんだ。おーい、キノピコ、あれ、ルイージ、ん、キノピオ、あれ、なんだこのファイヤー、クッパじゃないか、この野郎。せっかくまた4人で遊ぼうと思ってたのに、クッパだけかいるのここに。本当に邪魔ばっかりしやがって。仕方ねえな、クッパめ暴れてるみたいだし。あー、いたいた、クッパ。マリオ、さあ今日は私と、本当に鬱陶しいな、クッパめ。いやいやいや、私と戦え。俺はどうだ、このクッパクランに乗って我が輩を舐めるなよ。あー、なんかやってくれるね、クッパも。確かに仕方ないな、クッパ、俺が倒してやるや。みんなどっか行ったからな。貴様の攻撃など、貴様の攻撃など、恐るるに足らんわ。いや、めっちゃ食らってるよね、めっちゃ食らってる。痛いわ、確かに痛いわ。頑張った。あー、クッパじゃな、クッパじゃちょっと物足りないな。仕方ないな、今日は一人か。まあこういう時もあるか、みんないないし、とにかくいろんなとこ遊んでくるか。よし、行くぞ。さあ今日は一人、まあこういう時もいいんじゃないの。スーパードングリ練習。さあちょっとね、練習しておこうか。おほほほ、なんだこれ、すげえな、すげえことになってる。練習、まあいい、ここで練習だな。よし、これだ、どんぐりの練習だぞ。いや、花ちゃん電車大暴れ中。最高。さあ行くぞ。おお、ここに乗れってことだね。よし、かく、オッケーオッケーオッケー、いいよ、この矢印、いいよ、いいね、練習にはもってこいだな、確かに。さあ行こう、さあ行こう行こう、オッケーオッケーオッケー、いいよ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 、オッケーオッケー、花ちゃん電車、また花ちゃん電車、オッケー、ちっちゃいね、さっきとは全然違うぞ、比べ物にならないね、オッケー、花ちゃんを踏んでかっくれ、オッケー、ナイス、練習、よし、腕試しにはいいね、腕試しっていうか腕鳴らしだね。うん、オッケー、よかったよ、オッケーオッケー、ここから始まるよね。うん、よし、この針大丈夫、よしよし、大丈夫か、よしよし、よし、ええ、よし、よし、いないよ、よしがどこかにいるんだな、よしがいないとここはいけないよね、どこにいるんだろう、よしは。さあよしがいないことには始まらないような感じだけど、どこにいるんだよ、どこにいるんだ、よしはいないのか。いや、タイトル通りよしはいるんでしょう。いやー、ちょっと待って、先を見てみよう、よしがいないと無理ー、なるほど、よしー。さあということで、やっぱりヨッシーがどこかにいるな、隠されたヨッシーを探してこそだね、きっとそうに違いないんだが。おお、いた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 、まだまだだね、まだだね、この上にいるのか、ヨッシーよ。あー、いたいた、ヨッシー、君がいないとここはいけない、ヨッシーよ。よし、頼んだぞ、ヨッシー、いいね、ヨッシーがいれば楽勝じゃないか、ダッシュダッシュ、うわっと、ヨッシー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 がいないと大丈夫じゃないのか。仕方ない、ヨッシー、すまない、まさかここで君を、君を、まあいいや、とにかく行こう、先に進んで、あっと待って、ヨッシーがいないとダメじゃないか、やっぱり他にもヨッシーが隠されているのか、あのヨッシーは連れて行けるのか、どうすればいいんだ。さあどうする、さあどうする、ヨッシー、ヨッシーがいないといけない感じ。ヨッシー届くの、あそこ、ヨッシー届くのかい、くるんくるんくるん、さすがに無理っぽい、なるほど、ヨッシー、よし、とりあえず、とりあえずここのヨッシーは分かったんだが、あそこにどうやって行くんだろう、ダッシュジャンプでいけるのか、踏ん張ればいけるのか、ヨッシー、あー、いけるじゃないか、ヨッシー、いけるじゃないか、さっきはごめんね、ヨッシー、本当に申し訳ない、申し訳ない、すまないな、よし、一緒にゴールしよう、これでいけるよね、ヨッシー、一緒にダッシュしてジャンプすればいい、おお、いいねいいね、ここは痛くないけど、君がいないとここも無理っぽい、さあ行こう、よし、じゃ下が見えない、下が見えない、怖い怖い怖い、オッケー、あ、いたいた、よし待って、よし待って、よし待って、危ない危ない危ない、よし危ない、よし危なかった、ギリギリ、よし、おお、まさかの水中ヨッシーだね、
いやー、ヨッシーと水中に来るなんてな。泳げるヨッシーもいいヨッシーね。いや、いいね、泳いでるヨッシー可愛いじゃないか、ほらさあ、他にはどうだ。ヨッシーが好きそうな食べ物はないのかな。おっと、いろんな土管に入れそうな感じだけど、どれが正解だ。意外とここが正解だったりして。ここか、ここに違いない。俺の勘は鋭い。オッケー、いいんじゃないこれ、当たってんじゃないの。ヨッシーがいるから大丈夫だね。針は全然痛くないぞ。オッケー、ヨッシーありがとう。ここまで本当にサンキューだな。さあ、こっから俺一人で行くから、また遊ぼうな、ヨッシー。マリオタイム。ナイス、ヨッシー。アスレチック。いやー、楽しそうではあるが難しそうでもある。さあ、アスレチックといえば、おお、いきなりラッキー。マジで、アスレチックといえばスターなのか。やったぜ、スターを見つけちゃった。イエーイ、スターとファイヤー見つけちゃった。ウエヘイ、こりゃ楽しい。いや、ギリギリ間に合わないけど、なんとかいけた。いや、アスレチック、アスレチック、ここがアスレチックか。うん、いいね、このブロックいいね。いや、ゴールも目の前。いや、こりゃまあ楽しかったっていうか、ラッキーだったな。まさかいきなりスターに出会えるなんてね。いや、アスレチック楽しかった。よっとね、イエッホー。いや、いいんじゃない、アスレチック。ブンブン、ついに捕まった。地面から一度も離れるのか。ブンブンが捕まったっていうんで、来てみたら地面から一度も離れちゃいけないらしい。俺のこのスーパーマリオジャンプが使えないなんて、もどかしすぎるぜ。しかし大丈夫か、ここはクッパ城だぞ。危険が待ってるんじゃないのか。おわ、ブンブン、ブンブンが捕まってる。ブンブンが捕まってるの見に来たんだ、マリオがね。はっはっはっは、君の悪事はもうできないらしいな。ブンブン、君を見に来ただけだ、さらば。イエーイ、足つかずにゴール。さ、他のとこ行こう。なんか一瞬で消えたね、今入る場所見えなかったね。いや、ブンブン捕まってたね。うん、いいね。雪玉、雪玉、雪玉、すっげー雪玉。わわわ、めっちゃ雪玉降ってくる。しかもファイヤーマリオにもなれるし、すっごいアッコ。うわわわ、ワンナップめっちゃ出る。こんなに雪玉打てるの、打てるのっていうか遊べるの。やっべ、マリオ雪玉で感激。イエーイ、しかもスター、スター、スターだったらどうなるんだ。雪玉もぶっ壊せるのか、どりゃって。あ、雪玉、おー、降ってきた降ってきた。おりゃー、雪玉、雪玉転がし、雪玉転がし。そしてスターになったマリオは雪玉のように丸くなる。これでゴール。いや、ある意味ここはストレス発散じゃないか。いや、楽しかった、雪玉最高。いや、雪玉いいね。花ちゃんの、花ちゃんの何なんだよ。とにかく花ちゃんの何かだ。いきなりクリボー、お、クリボーからクリボー倒す。猫パンチ、猫パンチ。あそこにノコノコがいっぱいいるな。一体ここは花ちゃんの何なんだ。とにかく、お、よし、先に行こう。お、なんだ今、上に道があったぞ。やばい、花ちゃんだ、花ちゃんがいる。あれが花ちゃんのってやつか。よし、ヨッシーがいれば安全に行けるけど、おい、先に道が見えない。行けるのか。オッケー、ヨッシーなら行けるぞ。よし、ちょうど、あー、お、ゴール。どう、え、ここ入ったらどうなんの。うわ、とんでもない、ここが花ちゃんの家だ。家なのかな、檻なのか、何なのか。ブンブンもいるし、クリバーもいるし、メッタもいるし、ワンナップもあるよ。やーやーやー、花ちゃん、何なんだよここ。しかもこのノコギリ地獄、とんでもない。やっぱり花ちゃん、やっぱり花ちゃん、すんごい大きい花ちゃんがいっぱい。花ちゃんの家か、檻か、何かだ。ここは花ちゃんの何かだ。ということで、花ちゃんには用がないみたいなので、ここは一挙ゴールしとくか。おー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 、おお、ワンアップできるな、これなら。オッケー、よっと、はい、花ちゃん、じゃねえ、はお、じゃねえ、はお、じゃねえ、はお。ちょっと待って、ちょっと待って、マジで花ちゃんの罠、花ちゃんの罠だったのか。いや、花ちゃんのいいね、花ちゃんのいいね。
クッパの名前。クッパの名前ってクッパじゃないのか。とにかく行ってみるか。おお、スター。行っちゃっていいのこれ。スターがあるからね。おい、ヨッシー、これはヨッシー乗っとこうか。今の俺は無敵だから、この毒キノコも一択もなんともない。クッパはどこだ。クッパの名前ってなんだ。だってなんだ。だってなんだ。だまたまたこれ、クッパの名前とか関係ないのね。まあ、クッパに興味はないけどね。いいね。一度にパックンジャングル。しまった、一人で浮かれてたらとんでもないところに来てしまったかもしれないな。お、ファイヤーフラワー。よし、パックンといえばファイヤーフラワーで倒せる。仕方ない、気がしそうだが何とかしよう。なんとかなるだろう。おお、ワンアップ。よし、パックンはいるが、俺のこのファイヤーマリオが火を吹いて絶対にここを抜けてやる。一人だってやれるぞ。行くぞ。よし、いいぞ。ファイヤーマリオは強いからな。さあ、これはなんもない。オッケー、行く。オッケー、ファイヤーパックンじゃない、俺がファイヤーマリオだ。いいぞ。オッケー、ファイヤーマリオ、ファイヤーマリオがあればこのパックンジャングルもなんとかなりそうだな。剣とはいえ俺はファイヤーマリオの力を持っているからな。先に何かいるか、怖いけど。オッケー、ああ、黒いパックンだ。あれはファイヤーを吐いてくる気か。先にこっちが倒してやったぜ。さあ、土管は入れないのか、何もないのか。よし、行こう。お、中間ポイント。よし、いいぞ。中間ポイントまで来たぞ。中間ポイントの上には、よし、まだ一度ファイヤーを破られていない。パックンフラワー回転打ち。よし、いいぞ。回転スクリューファイヤーパックンアタックだ。パックンはいらない、パックンはいらない。俺がパックンになってるじゃないか。間違えた。よし、ここも入れないみたいだな。どうやら抜けていけばいいらしい。おっと、あのパックンは危険だ。こっちを向いている。さあ、かかってこい。来るなら来い。このファイヤーマリオが倒してやんぞ。とりゃ、オッケー。もしかしここに入れる。おお、入れた。やった、50枚コイン。しかも太陽バージョン。いいね、一人で来た甲斐があった。行くぞ。うわ、パックンがいる、気をつけろ。パックンがいる、俺のファイヤーが火を吹いてる。よし、いいぞ。たまに木に登ってみるか。特に何もないか。オッケー、ジャングルは危険だったが無事に生還できたようだ。いやー、一人でもやれるじゃないか、マリオ。あ、間違えた、ワンナップ取れなかった。まあいいか。ファイヤーマリオ、かっこいいぜ。危険も何のそのだね。うん、いいね。雪原を駆け抜けろ、スノーラン。40秒、とうとう来てしまった。スピードラン、いくぞー。ウェイエイ、レッツゴー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 。さあ、マリオ、一人ならではのコースだ。頑張れ、頑張る。わっしょいしょい、わっしょいしょい。あのタイミングでダメなのか、難しいな、この40秒。もしかして、ちょいちょいちょい、いきなりゴー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 ジャンプは関係ないみたいだな。あそこのジャンプのタイミングがよくわからないけど、どーいけた、パッパッチェピポー、ワッと助けて、どー、そういうことか、よかった。さあ、40秒走り抜けろ。40秒、いけるかいけるかいけるか、時間との、そこね、そこね、針ね。わかった、行くぞマリオ。俺だってスピードランぐらい、ちょっとはちょっとはクリッドルチョッパーチョッパー。40秒にかけるんだマリオ。40秒だけだ、40秒さえ我慢すれば俺はここから抜けられるはず。うわー、さっきはいけたのにな。しかし40秒ってなかなかの時間じゃないか。40秒って結構あるよね。よしよしよっしゃい、オッケー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 じゃねえ、ジャンプしちゃダメじゃん。さあ来い、さあ来いマリオ、さあ来いマリオ、来い来い来い、ここら辺は慣れてきた。よし、いけるぞ。次こそあの針を、針をなんとかしてでも行きたい。よしよしよいしょい、なんかちょっと早すぎて怖かったけど、ていやっ、いけた、たたたたた、お、いけた、すごいすごい、いけた、よかったよかった、いけた。あのブロックありがとうって感じだった。あった、あ、そうそういう、あ、うん、よくあるやつだね。うんうんうん、よし、きた。あ、間違えてない、オッ
ちょ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 ビビったビビったビビッちょちょちょビビったつかダメじゃねえか。さあここここお、なるほど、とちょ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 さあどんな、おちょ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 、押された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 バー、おー、なんかすごいすごいね、いいのいいの、よーらららららら、いけってこと、あちょ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 、やったよやったよ、40秒スピードランクリアした、けいやるだろう俺だって、いやー難しかった超やば、ストレスなんてぶっ飛ばせい、最後はこういうところで終わらせたい、行くぜ行くぜ、うわー、もういきなり気持ちいいじゃないか、よし行こう、ストレスぶっ飛ばしに行ってきまーるよ、行ってきまるよー、ははすごい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 、なんか上にいるんですけどいなくなったね、はい、あなんかブーメランブーメランなってるブーメランなってる、なんかすごいな、ウーガ先生ウーガ先生、いやテレサなんて怖くない、テレサなんて怖くない、なんかめちゃくちゃ速いしめちゃくちゃスタートしめちゃくちゃだよ、本当にストレス発散、いやーよかったね、最後はこういうところじゃないとね、ストレス発散いいね、はい、ということで今回はねマリオぼっちということでマリオでねいろんな人のコースを遊んでみました、なかなか皆さん面白いコースでしたね、難しいコースもありますが面白いコースもたくさんありました、まあ普通にね考えればマリオ一人ぼっちって言うけど普通だよね、それが普通だよね、ということで今回は以上になります、この動画が面白かったらグッドボタン押してください、チャンネル登録もよろしくね、他にもたくさん動画があるんで見てください、それじゃあ次回の動画でまたお、バイバイ。